松前治む氏は、江戸時代後期の大名。十州寺マイコール現在の北海道正木藩の第十四代の藩主。後死者慶応元年9月14日、第十三代藩主、松前徳広の長男として、江戸本所横網町別邸にて誕生した。陽名は、勝千代。明治元年10月、江ノ本武明旧幕府軍に敗れて、父と共に、 最終的に津軽にまで敗走したが、11月に、父、徳広が死去したため、明治2年1月9日に家督を継ぐ。明治2年4月、正木藩は新政府に協力して、藩兵を出し、4月17日に、福山城を脱回する。6月24日、藩赤奉還により、治む広氏は、治藩寺となり、同時に判明を官藩と解消した。 8月24日に15位にジョイする。9月には母親戦争における軍港により、新政府から超天独に万国を与えられ、3万国の藩知事となった。なお、署名は県広であったが、明治4年7月8日に、ムヒロ氏と改名する。7月14日、廃藩知県で知藩寺を免職された。明治10年、 証券院資税則違反で逮捕され、裁判所より罰金を申し渡される。明治17年7月、死尺となる。明治24年1月、白爵になることを願うものの、許可されなかった。明治38年3月26日に死去。去年41、ありがとうございます。